この地を抜けば戦線は大きく前進する。指揮官の元まで一気に切り込むぞ。陛下、本陣の周囲に敵が。まずは彼らを蹴散らしましょう。帝国軍やランドルフはともかく、普段の傭兵団にも気を払わねばならんな。灰色の悪魔と戦うのは得策じゃないわ。うまく衝突を避けたいところだけど。ごめんなさい、僕たちも負けられないんだ。道は開けた。進軍開始だ。傭兵団の姿が見えないな。やはりどこかに兵を伏せているのか。傭兵団とぶつかれば灰色の悪魔が出てきちゃうかも。どうするの？作敵部隊を連れてきた甲斐があったな。どれ、伏兵を炙り出すとしようか。作敵部隊に合図を。伏兵の位置をかぶってもらおう。敵兵はなさそうだ。このまま進軍を続けるとしよう。なめんな。このままうまく交戦を避け続けたいが、ここまで来れば指揮官は目と鼻の先だ。一気に仕掛けるぞ。兄さんには指一本触れさせない。私がここで止めてみせる。確かランドルフ将軍の妹も。どうしてこんなところに。もううまく伏兵を避けられてしまったか。悪くなる上は敵の喉元を狙うのみ。その武器だね。どきなさい。邪魔よ。ここで奇襲とは実に傭兵らしい戦い方だ。本拠地が落ちては崩れます。援軍を。
門を閉ざすのも一つの手ですね。時間稼ぎにはなるでしょう。これでいい。ご指示とあれば俺どきなさいよ。頑張りますか。今だ、平凡せよ。また腕を上げちゃったわね。君がいてくれるなら何だってできそうな気がしてきたよ。つまらんな。もっと切りがいのあるやつを連れてこい。私もジェラルト傭兵団の一員。そうやすやすと負けるわけにはいかん。ここまでか。アロイスが仕損じたのか。すぐに向かおう。アロイス殿も退いたか。かくなる上はこの手で王国軍を。指揮官が出てきたようだ。みんなついてこい。ここで指揮官を撃つ。俺は決して負けられん。フレチェ、力を貸してくれ。ランドルフの質問、まずいな。一度引いてエンゴラに向かわなければ。分かっているように、仲間を守るには奴を倒すしかないんだ。灰色の悪魔で向かってくるか。奴の合流前に早くランドルフを倒すぞ。くらえ。あ、フレッチ、すまない。俺はまだです。俺が
が敵の遊撃兵を片付けてる間に戦況はどうなった。すでに敵将ランドルフは撃った。残るはキコーラだけだがどうする。こうなってはこの戦い俺たちの勝ちだ。みんなよく戦った。勝ち時を上げろ。いやー参ったな。俺たち傭兵団は軽く押し込まれ雇い主も撃たれちまった。潔く白旗あげるしかないか。本当なの？あのジェラルト傭兵団が。君たちと戦うのは何度目だったろうか。その度にやられたな。ああそうだ。まったく商売上がったりだぜ。その度に雇い主を変える羽目になるし、いくら強えって評判でも肝心の戦いの結果がパッとしなくちゃな。怪人の名も伝っちまう。ならばいっそのこと王国に雇われてみるというのはどうだ。これまでジェラルト傭兵団とは何度も争い互いに多くの犠牲を出してきた。互いに怨恨も深いだろう。それでもあえてここで手打ちにはできないかと問いたい。無論キコーラが何かの心情のもとに帝国軍に組みしていたのならば話は別だがな。いや別に心情だとか忠誠心だとかその手のもんを持ってるわけじゃねえよ。だが国王に雇われるとなるとどうしても教団と顔を合わせなきゃならなくなるだろう。あいにくと大司教には因縁があってね、できれば近くに寄りつきたくないのさ。相応の配慮はしよう。教団は今王領内の都市カムロスに本拠地を置いているが、その周囲には近寄らせないこととレア様の応報の際には知らせることを約束する。教団と行動を共にすることがあればその際には別の部隊となるよう配慮しよう。その上で再度問う。共に戦う気はないか。今の俺たちにはキコーラの力が必要だ。それがいいわ。あなたたちの強さは皆身をもって知ってる。もちろん思うところある人はいるでしょうけど、あなたたちが仲間になるのよ。その強さ、味方になった時の頼もしさを実感すれば納得してくれると思うわ。どうする？正直帝国軍では戦いづらくなるだろう。この際心機一転ってのも悪くはない気がするが。そうだな、自分も同じ考えだ。アロイスも平気か？一度は対立したフルスの騎士団と共闘することになるが。このアロイス、どこまでも貴殿と団長にお供しますぞ。それに昔の同僚たちであれば快くとは言わずとも受け入れてくれるでしょう。そういうことで決まりだ。これからよろしく頼む。俺は団の連中を集めて説明してくる。お前ら先についていっておけ。ああ頼んだ。承知しました団長。こちらも皆に事情を説明しなければな。行こうか。異人と灰色の悪魔、こうして話をしているのが不思議な感じです。
何度も戦ってきた相手ですからね。本当に彼らと共闘する日が来るとは。戦場でまみえた時は厄介な敵だったが、味方にすればこの上なく心強い相手だ。こちらも思うところがないわけではないが、これも悪くない選択だろうよ。因縁のある相手ではあるが、これも陛下の決断されたことだからな。軍の中にはよく思わない連中もいるだろうが、ま、これから仲良くやりましょうよ。これからよろしくね。後で軍のみんなを紹介しなくっちゃ。その前に剣の腕を見せろっていうのがルーベン・クラッセ流でしょ。そうだな。あいつの時もそんなやり取りをしたような気がする。よろしく頼むぜ。お前も揉んでもらえ。貴公らの実力はこちらもよく知っている。これからはぜひ王国のために戦ってほしい。さて、では早速ジェラルト傭兵団を含めた陣容の再編を検討するとしましょうか。我々はこれから同盟軍や教団の軍と共同し、大修道院の奪還を目指して進軍します。傭兵団がレア様と顔を合わせられないのなら、先に詳細な配置を詰めておくべきかと。悪いな、ご配慮どうも。あなたからも意見を。ん？どこへ行った？悪かったわね、ラルバ。これまで私があの人たちを倒せるようにずっと力を貸してくれてたのに。そんなこと気にする必要はないよ。よかったじゃないか。僕が予感していた未来よりはずっといい結果になった気がするんだ。ジェラルト傭兵団を、灰色の悪魔を味方につけることでね。だといいけどね。どうしたんだい？目標がなくなって困っているのかな？いえ、次の目標はあるわ。この戦争に勝利するの。仲間と共に、ディミトリと共に、皆が穏やかに暮らせる国を作るのよ。どう？悪くない目標でしょ。なるほど、悪くはないし、何より前からそういうことを君は言っていたよね。だったら僕も君の次なる目標を応援するとしようじゃないか。僕は君の運命共同体、君だけの味方なのだから。陛下、皆様、どうかご分を。西部の戦ありがとう、必ずや。いよいよ。ああ、これまで、今のこれまで、ここまでだけど、僕はちなみにメロン、いや、たとえ、それ俺、帝国、確か、なん